ブリンカーは競馬及び乗馬や馬車などにおいて馬の視野を制限するためのバグである。ブラインダー、車眼側、車眼体とも言う。ブリンカーは馬の両目の外側部分に革やプラスチックを材料としたカップ状などのものが使用される。投落に着脱できるものもあるが競馬ではマスク状のものになっているものも多い。日本の競馬では マスク状のものに、面子と呼ばれる耳用意を付したものが広く用いられている。着用することで、真横や後方の視野を遮ることになり、それによって、馬が前方への進行に集中できると考えられている。競馬では、コース沿いにいる観客や、乗馬や馬車においても通行人や自動車などに驚いてしまうために考えられたバグである。白いブリンカーを着用した。 競争は日本の競馬の競争でも使用は可能であるものの使用許可をあらかじめ主催者に申し出る必要がある競馬新聞の馬柱などで B もしくは BL というマークが付された馬がそれであるただし一度着用を申請するとその競争においてブリンカーなしで出走させることは認められないこのためレース当日に着脱を判断することができるチークピーシズを あえて使用する陣営もあるとされる。通常は左右両側に着用するが、馬の癖や気象によっては片側にのみ着用する場合もある。またブリンカーに類似したバッグとして、カップ状の部分にスリットが入っているバイザーも海外を中心に普及している。スリットを入れることで後方の視野も若干得ることができ、一部では後方貸しブリンカーと訳されることもある。ありがとうございます。